美容師がよくやるタオルが濡れてる時の早く乾かす方法をご紹介します。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は美容師がね、こうサロンワーク中にたまになんですけど、こうタオルがなくなる時があります。で、急いでね、洗濯回してもこうやって濡れてる、もうすぐに使えない状態って結構あるので、その時の早く乾かす裏技テクニックをご紹介します。この方法はね、まあタオルだったりとか、まあ皆さんだったら、ね、お洋服だったりとか、あまりこうできればシワにならないやつの方がいいかなと思うんですけど、そんな時にもね使える方法かなと思いますので、まあ興味ある方よかったら最後までね、ご覧になってください。それでは早速動画をどうぞ。ということで、まずね、ゴミ袋と、あと、ハサミで、まあ、乾かすタオル、あとドライヤーを使っていきます。で、ゴミ袋のこの端っこの部分あります。ここを切って、両端を切って、あの穴を開けていきます。で、ゴミ袋の大きさは45リットルでも、30リットルでもいいんで、どちらでも大丈夫です。こんな感じでちょっとね、三角に切ります。穴開ける感じですね。これを両方やります。大体で大丈夫です。こんな感じでね、こっち側とこっち側を開けた状態の袋の中に、もう洗濯のタオルを、まあ美容室だったら何枚か入れるんですけど、を中に入れます。で、穴から出ないようにねしといてください。そんなに穴大きく開けすぎると、あのタオルだったりとか洗濯物出ちゃう。で、タオルを入れたらもう下に置いちゃっていいんですけど、ちょっと動画なんでね、分かりやすくちょっと持ち上げながらやりますけど、こういう風にしてドライヤーをこう中に突っ込んで、ここでドライヤーをオンにします。ちょっと分かりやすく台に乗せながらやっていきます。で、この状態でこう口をね、まあゴムか何かに結んで、このまんまでもいいですし、ちょっとね、あのたまにこうやってこうタオルを動かしてあげたりとかすると早く乾くので、この状態で少し放置をしていきます。で、ある程度乾かしたら、ちょっとね、しわくちゃっぽくはなっちゃうんですけど、しっかりと乾きます。はい、ということで、こんな感じでご紹介させていただきました。ちょっとね、しわっぽくはなっちゃうんですけれども、結構ふわふわっと乾きます。で、まあ、例えばパーマの放置時間だったりとか、カラーの放置中だったりとか、こうね、洗った後にこう拭くタオルがないっていう時にこんな感じで乾かすことが多いので、まあ、大体5枚ぐらい入れて、さっきの方法で乾かしてます。なんで皆さんで言うとね、例えば靴下だったりとか、まあ、男性用の下着だったりとか、まあ、あとタオルだったりとか、もう早く乾かしたいなっていう時とかに結構ね、まあ、旅行とかで僕個人的には使えるかなと思ってます。夏とかね。なのでね、まあ、使えるかどうかちょっとわかんないですけど、僕らがねたまにやってるタオルの早く乾く乾かす方法をご紹介させていただきました。よかったらね、皆さん参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。